12月6日日曜日朝6時58分のホームポイントはかすかな不潮が背後から吹いてますね。海には瞬間テイクオフできそうなぐらいの綺麗なうねりがミドル付近からブレイクしてますね。たまたまそこにいれば乗れるって感じですね。あそこでもブレイクしてます。ホームポイントの右、すごく綺麗なうねりがミドル付近からブレイクしてますね。いい感じですね。ちょっとインサイド気味ですけどね。風はかすかなオフショアです。今が最大のセットだったんですかね。気温は6度ぐらいですね。風はほぼ無風、かすかなオフショア、今無風ですね。海には待てばテイクオフはできそうな波が左にも右にも入りますね。ややブレイクはインサイド気味です。